た。やったー、これがしたかった。夜行釣れるな。はい、おはようございます。おはようございます。今日2日目ということで、今日も天気は良さそうですね。ね、ちょっと荒れるかなって言ってたけど、うん、バッチリ出れそうなんで。昨日まあまあ面白かったですね。そうですね、いっぱい数は釣れたので、はいはいはい、まあ、あとはまあできればサイズが欲しいなっていうところですかね。サイズね、うん、70を超えるような。ね、欲しいです ね。あのドラグラ止まらんやつ。いいですね。はい、頑張りましょう。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。行ってきます。風すごいですね。え、風がすごいす、ね。風まあまあね。ね、思ったよりも。まあよ、こんなもんやろ。さあ。頑張るぞ。すごい、1投目、朝1。朝1でもないか。結構風強いな。風がすごい。とりあえずタングステンの、僕は6号で。お、来た。あー、来たけど。おー、宮田さん来た。あー、またバレた。私はレンコとか、そっち系です。お、宮野さん、ちょっと重たいけど。重たいけど。なんだ、来たぞ。宮野かな。あ、あ、新種新種。青旗。青旗や。イエーイ、またまた。いいじゃん、それ。新魚種ゲットでーす。イエーイ。こういうのは結構重たいけど、全然引かへんで。魚じゃないですか、宮沢さんも。結構重たい、それでも全然ジャーッと引いていけへんから。トラフグかな。トラフグ釣れへん。トラフグ釣れへん。あ、来たよ。お、あ、何それ。あ、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 でかいでかい。あ、ちゃうか、これ何旗。一緒の大きいやつ、宮田さん。よし、やっぱ釣りかかってるよ。でかい、やっぱ。うわ、でかいでかい。でかい。超高級や。やった。おー、これうまいだ、これ。ねえ、いいですね。これうまい。でっか。幸先いいんちゃいますか。やばい。なんかいたな。あー、なんかさ、なんかいや、またあれかな。え、なんか来ました。ゴツンゴツンって。おおおおお、本命やん、本命。だどう。 V のとこで。おお、ちょっと今チャンス、ちょっと弱めにしとこ。来てやっとこ。よしよしよ。結構中層でコツコツって、下3メーターぐらいのところでコツコツって来て、おお、走りますね。で、当たらんくて、もう一回ショッショッとこう軽くジャークして上に持ち上げて止めたら、穂先がぐるっと持たれたんで。おお、おお、おめえ。俺がいることを狙って。最初なんかあれかなと、あの草ふぐかな、あのサバふぐかなと思ったんですけど。当たりちっちゃかったですか。当たりちっちゃかった。ほら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 、落ちた落ちた。あ、いいいいいい。お、はい、ありがとうございます。キロアップ。とりあえずやりました。今回の、タングステンのステンヤなんですけど、まあ鉛の方と同じで、プラス機能ということで、一つの玉でカブラとテンヤと2つ穴通す位置を変えるだけで両方使える、すげえ便利な一つテンヤなんですけど、今僕通してるのは白いパイプの方、これテンヤ型で通してます。で、カブラ型で通したいときはこの赤い方で通してもらうとカブラ型っていうことで、まあ色でどっち通したらいいかっていうのを区別できるようになってます。よっしゃよっしゃ。すごい、これ小粒やけど6号
あるんですよね。やっぱ玉が小さいっていうことはエビがしっかり目立つっていう部分も含めてすごいメリットあると思いますね。特に食いが渋い時なんかはその存在感、玉の存在感を小さくしてやることでエビがよく目立つので、まあ、そういうメリットもあるかなと思ってます。本当よく釣れる玉だと思います。またこのパターンは最後にでかいの釣るパターンやな。そうですね。やっぱドーンとやりたいですね。ドーンと行きたいね。はい、そこは取れとる。そこは取れてます。サトリも行ってないんだな。そうですね、逆にチャンスなんですよね。そうそう、置いた。あー、引き戸違うな。小物え来た。当たりは良かったんですけどね、今ちょっと種類が違いますね。うん、次第ですね。何次第です。次第話題じゃない。話題だ、話題だ、話題、話題。そう、ちょっと小さいけど。あ、本当話題やった。にゃん、ちっちゃいけど話題。かわいい、かわいい。こんな子でも当たり方が良かったですね。いい当たりしたね。しましたね。そう、大事だ。イエーイ。サイズは違えども宮沢さんと同じマイス。マイス。そこでそこでライバル視するやん。おお？おお？それ問題じゃないですか？なんやろ。連発宮沢さん。ケント。ちっちゃい話題なんじゃないですか？花ちゃんかな、どっちやろ。走り出した。おー、話題っぽい。お、話題っぽい、話題っぽい。お、走り出した。走り出したよ急に。やっぱ上の方で待ってたんですか。上の方で待ってた、上の方で待ってた。上で待った方が良さそうですね。肩がいいかもね。よっしゃ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 。おー、いいね。やっぱこの ATD オートマチックドラグっていうのは本当にスムーズで、かつ魚に主導権を与えにくいタイプなんで、もう釣り人は本当にポンピングして、軽くポンピングして、おー、もうドラグいじらないで、もうリールと竿のトルクに任せて持ち上げる、巻いてある、これだけで自動的に上がってきます。釣り人は楽しむだけ。引きを楽しむだけ。竿もね、甲賀の AGS の EX235の MH ということで、まあ、バットパワーすごくしっかりしてますし、なんせ、まあ、メタルトップと AGS ガイドでもう天野の世界変わりましたよね、この竿で。本当にもうビンビン、もう水面下で何が起こってるかっていうのを全部わかる。本当に、ね、感度がすごい、やっぱりメタルトップ違うんで、ね、ちょっと今までとの天野とは全然一味違った釣りができる。まあ、手感度で何が起こってるかは分かるかっていうので、本当に主導権握れるところがありますので、よしよし、だいぶ上がってきたよ。さあ、どうや？まあいいか？おお、まあまあやな。おお、立派や立派。いいサイズ。いいサイズや。サイズアップや。がっつり食ってるわ。よしよしよし。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。イエーイ、サイズアップ。いやー、夜行釣れるな。この夜行キャンディー釣れまくりやな、ほんまに。まあ、カラーについては結構自分は夜行か金系か大きくは2つあると思ってて、夜行はね、結構聞くときはめっちゃ聞くんですけど、ちょっと外れると外れるみたいなところがあって、ただ
ここのところやっぱり濁りが入ってちょっと海が暗いか、もう夜行がもうバンバン夜行パターンに入ってますね。あんまりたるみすぎてるので、たまにちょっと回収してやってシートの張りを作っといてからもう一回落とし直しをすると、潮がなかなか一本に流れてるとは限らないんで、多少そのたるんだ糸を張ってすんなりと電矢が落ちていってあげくれるように、ほら、ちょっと当たった。何や、お、ちょっと待てよ、けど、お、予想通りね、一回糸整え直してからそーろっと下ろし直せば当たりましたね。何やろ、貝じゃないかな。あ、あ、すごい、糸寄りのでかいやつや。これはまたすごいのが来たわ。抜けへんかな、抜けへんぐらいやな。おお、でかい、ほらさすが高知サイズこいつですよ、これよ、これ高知のスーパー糸寄りほらこのサイズやもんね、糸寄りすごいね、50ぐらいあるもんね。今ちょこっとね、ちょっとひらひら落としたいっていうので、自分は電矢型で、これがハマってんのかな、ちょっとカブラ型に、赤いパイプのカブラ型に変えていってみます。何匹かつったらリーダーの目とか、リーダー気づいてないかちゃんとチェックしていただく意味も含めて結び直した方がいいと思います。おっしゃ、来たか。いやでも大事ないな。おおおおおおお、マダイや、マダイっぽい。今ボトムからしゃくろうと思ったらしゃくった、乗っとった、乗っとった、多分ボトムに落とした時にフォールで食ったのかも。なんかけど、地代っぽくね。いや、私もないけどさっきの、いや、私もないけどドラムはどう、まあまあ、いや、まあまあ、緩くしてます緩め、おおおおおお、行くや行くや行くや、いや、これ地代やったらめちゃくちゃ恥ずかしいやつですねまあまあサイズです。さっきよりは引きがでかい、でね、いいよね。でも、ツッコミこんな感じっけっていう、なんか不安が、こんな感じっけ、ツッコミ、おおおおおおお、リットル一回一旦そこまでつけて、私はそこまでつけてしゃくりながら上まで上げて、あの中でまたそこまで落としてまたしゃくり入れてをずっと繰り返してる状態です、で今のは反応なかったんでまた一回ボトムまで落とそうと思って落としてしゃくった時に乗ってました。多分ボールで乗ってたんだと思う。タングステンの10号です。大会な、いや、分からないです。なんかもう信じれんくなった自分が、いや何？よっしゃ、タイヤ、え、まだタイヤー、あ、よかった、ありがとうございます、よかった、キラップ、キラップ、キラップ、まだの引き忘れとったもん。いやサイズですね。これでだとやっぱこう重みがすごい。乗った、はい、上がってみた、お、いた、お、いったか、お、いった、いった、これはいい、おー、追い抜いてた、追い抜いてた、今のはすごかったな、いい追い抜いでしたね。あー、やっとなんかこう、あー、これなんかいいね、これが一つペアの醍醐味ですね。やっぱミッピー持ってんな、
無理しない。無理しない、無理しない。ゆっくりやる。ドラグもそんな感じてないんで。いや今のは良かったな、なんか。いい当たりやったね。いい当たりでした。で私、今までこのボールですか、ボール、何ですかね。ボールを意識して、釣るのが天野だと思ってたんですけど、うん、宮沢さんこうシャクって止めるっていう釣りが、うん、今ちょうど当てはまったのが分かりました。ねえ、初めてこの釣り方で。おお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 、慎重に慎重に慎重に。うわぁ、いやー楽しそう。久しぶり、久しぶり、めっちゃ楽しい。さっきまで宮沢さんをこう羨ましく思ってたんでやっと自分にも来た。結構サイズが上がるだけで全然引きが違うけんね。来ました、宮田さんも。来たよ。来たけど。でも走る。元気元気。来たけど。それとも、自分のはあんまり走んないね。でもなんか今回というか、その提案がいいのか、そのフッキングがすごいいいんで。そうよね。全部なんかバレる気がしないです。誘導は特にやっぱり吸い込みがいいから、うん、ですね、うん、全部バッチリのとこにかかっとる。いいとこかかってるもんね。はい。あと安心して。いや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 、元気元気楽しい楽しい。だいぶ肺が観念してきた。観念してきた。観念してきました。また最後にミッピー持ってんね。いやいやいや、まだ最後じゃないですよ。いやいや、まだ最後じゃないですよ。ちょっと待って、ちょっと待って。もう話題、これ話題じゃなかったら分かる。いや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 、キルアップやね、確実に。何やこれ。何それ。カイワリや。カイワリや。前移動しようか。前移動しよう。よっしゃ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 、来た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 。おお、でかいでかい。いや、よっしゃ、やったほら。やった2キロ近いわ。あ、2キロぐらいかな。2キロ近いわ。やったー、やったー。イエーイ。わー、きれい。さあ、さあ持ちましょう。ありがとうございます。先生に持ってもらいます。オーラー、やったわ、やられたわ。いやいや、やられた。でも宮川さんの真似をしてみました。ねえ、はい、なんかやっぱり下に置いとくとダメやから、うん、そうですね、ちょっとしっかり動かしてやって止める、はい、でまた落としていくみたいな。その作戦バッチリですね、今日。さすが、余ってますね。いや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 、言ってちゃんとできるから、すごい。いやいや、初めてあのやり方ででも釣った。すごい新しい天野の釣り方を知って嬉しいです。いやー、よかったー、綺麗。いいとこ入ってるし。そう、そう、やっぱ誘導はね、本当にスポーンと吸い込んでくれるから。そうですね、かかりが楽にかかるもん ね。いやー、さすが。ありがとうございます。イエーイ。はい、ミッキー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいや、楽しかった。すっごい釣れましたね。もうない、最後やっぱり釣ったね。いや、もうよかった。もういやいやいや、やっぱね、あれがやりたくてね、うん、ここまで来たんで、やっぱ一つ天野の醍醐味をね、今回味わえてよかったです。ね、よかったね。またまたけどね、はい、前回に続き今回もいい感じで終われたんで、うん、そうですね、まだどっかでやりたいね。はい、はい、天野はまあいろいろ全国でやれますから ね、ますます、まあ皆様もぜひこんな面白い一つ天野を、はい、ぜひぜひチャレンジしてみてください。はい、見てください。はい。